逆向きかな。ことぶきみなこのポンポンマジことぶきということで、実はイギリスに来て初めての荷物が届いたので受け取りに行ってきます。ひゅい、マジことぶき、じゃじゃーん、きたー、逆向きかな、マジことぶき。マジことぶき。さあ、ということで、ついにリングライトが届きました。嬉しい。いや、もうこれで開封の儀をしようとは思ってるのですが、その前にお話ししますと、先ほど荷物が届いたみたいだから取りに行ってきますねって言って行ったのは、実はピンポーンとか一個も鳴ってなかったんですよ。で、こんな感じでメールが届きます。メッセージが届いて、その5分以内じゃないとこの連絡コンタクト取れないから、で玄関の前に置いといたので取ってくださいねみたいな感じで連絡が来て、私もそれを見たから取りに行って間に合ったという。5分経っても来なかったからといって没収されるとかないんですけど、こんなの入んないしねっていうので、玄関の前に置いてくれていることが多いみたいです。さあ、なので満を持して届きました。この正面を開けていきたいと思います。マジことぶき。じゃあとりあえず開けてみよう。出てきたー。おっ、あー、じゃじゃん。というわけで出てきました。見てみましょう。なんかピザみたいなぐらいでかい。ピザよりは大きいか。私の顔が4つ分ぐらいかな。はい、オープン。あ、テープ、オープン。じゃ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 、すごい、噂通りや。来たよ来たよ。いいね。あ、いいね。なんか物ぼけたいんだけど、大きい手錠にしか見えなくて、しかも片方。はい、でも他何入ってんだろうね。おお、ちっちゃいやつ。あ、リモコン、リモコンかな、あれかな。じゃじゃーん。その上にまだなんか入ってるかも。あ、全部揃いました。組み立てられるかな。今は部屋の室内の明かりだけども、これがいかに変わるか検証してみたいと思います。組み立て開始。マジことぶき。こっち向きなんだ。こっちがライトだと思って。全部英語ですから、頑張らないと。おそっち向きだ。お、開いた。で、あ、まだでした。次に進んで。お、開いた。お、開いたよ。This will open up a cross section. Click and then click. あ、全部伸ばす。おぉ、ビヨーン。わぁ、長いお付き合い、京都銀行。あ、忘れつかないのね、全然さ。なんか蓋開いてる。あ、
up, up, up. OK. あ、止まったよ。お、ヒュッ。うん。え、どれくらい？てててて。あ、あー、あ。これ使います。あ、OK、OK。逆向きだけどね。そっかそっか。マジことぶき。スイッチオン。お？ここ？あ！あ！光った！え？もっと光んの？これ。うわー！明るーい！何？もう一個は何？あ、あ、お？なになになに？この明るさがちょっと違うってこと？あ、確かにちょっとこっちの方が黄色っぽくて、で、さっきの下のやつをこれ一緒につまむと、うわー！ビガビガー！これで撮影してみるとどうなるんでしょう？やってみよう！マジことぶき！外でお庭の作業が隣のお家で始まったそうなので、ちょっと音はガーって聞こえるかもしれませんが、続けていきたいと思います。現在は、まだ何も光をつけておりません。どういう風に変わっていくのか試してみたいと思います。まずはちょっとクリーム色だったやつ、じゃん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 マックス、うわー、ちょっと待って、眩しすぎて状況がわからない。え、どうなってる？おお、これ噂、昔こういうリング入れたかった。昔もう私本当にこの業界に入ったのがモーニング娘さんが大好きで、モーニング娘さんの写真だったりとかミュージックビデオの中に目がハートになってたりとかするやつあって、超可愛くて憧れてました。こんな感じでどうだろう、なんか質感的にはどうかな。加減はあれど絶対ついてた方がメイクマの表情も良いですね。私もちょっと試そうかな。ないバージョン見て、マックス、マックスだとなんかこう結構パーンって感じですね。これがマックスだから半分ぐらいに、メモリー半分がこれ、これぐらいの方があれですかね。まだ柔らかい色味だから、まあ、もうちょっと、でもないよりほんとあった方がいい。すごい。じゃあ次、めっちゃ真っ白な方、マックスいきまーす。おー、ということでマックスになりました。おー、なんか結構ブルーっぽく見えるのかな。どうかな、なんかシュッとした感じの方が強くなるイメージですね。もう一回切ってみますね。うわー、これでもあれですね、結構こっちの色の印象ですけど、二目盛りぐらいなんですけど、二目盛りぐらいよりなんかがっつりバーンって上げちゃった方が色の、顔の色味が全部整う感じがします。あと距離もあるよね、これぐらいなのかとかこれぐらいなのかとか、真ん中ぐらいのスピード、あー、よい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 、やっぱあれですね、程よいメモリで今真ん中でしたけど、さっき言ってた2とか、まあ2はあんまないか、これで4分の15A ぐらいなんですけど、これぐらいの距離とかちょっと離れてでどう当たるかみたいなのとかを体感すると面白いね。ダブル使い、さっきのクリーム色と真っ白な方を両方とも使ってみたいと思います。うわー眩しい。あ、けど馴染みやすくなるのか、まあテカリもやっぱ出てくるなっていう印象はありますけど、ツヤ感とかはあんのかな。なんかすごいこの家の質感とはちょっとね雰囲気がまた変わるから、これ今両方ともをマックスにしてるんだけど、ハーフハーフみたいな感じで、今クリームが半分、白も半分
あ、意外とやっぱこれぐらいの方が自然な色なんですかね。自然光に近いのかな。意外とやっぱあと白が濃くても個人的にはあんま飛びすぎはあるけど、これぐらいも好きだなって思いました。じゃ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 ーん。すべてものは程よさ。はい、というわけで、お届けしてまいりました、リングライトオープンの回でございました。初めてのイギリスでのデリバリー、そして、YouTuber への道にこうね、一歩ずつ一歩ずつ近づいていくために必要なこのリングライト、そして、それを開けてみての感想だったりをいろいろお話しさせてもらいました。まだまだこうちょっとね、勉強になるなというか、勉強しなくてはいけない照明だなというふうに思ったので、これからもっともっとこれを使っていろいろな動画を撮ってみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よかったなと思ってくださった方はいいね、いいね、手がちっちゃくていいね、そして、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ということで、ことぶきみなこのマジことぶき、今回はこの辺で、またね、バイバーイ。I'm not the only one.